電撃文庫東京フィクションミッションリップワンウィンクル。通信機は完全に沈黙している。電子機器の類は全て麻痺してしまっていた。未知の事象、即撤退すべきだ。しかしどうしてもそちらへ向かえと本能に強く命じられた。タワーに向かってレイは青い認識阻害の迷彩光を再びまとって街を飛んでいく。その先で信じられないものを見た。紅の風が閃光を放ってビルの中を駆け抜けている。そうとしか見えなかった。それが人であると認識するまで幾度かの瞬きを要した。その人影は紅のマフラーをはためかせ、風のような速さでビルを真横に駆けていた。側面から側面へ移動して銃弾をかわしたかと思えば、今度は蛇行するような曲線軌道を描いてビルの外壁を駆け上がる。天地無用、何の器具もなく音もなく、ビルからビルへと宙返りで飛び移る。両手に持った何かで緑の閃光弾を4発放ち、敵を一発一殺で塵にした。電気光線銃、パラライザーだ。周囲の敵をすべて片付けたその人影が近くのビルの頂上に立ち、周囲を見回している。黒いいでたちに狐の面をつけているやつと仮面越しに目が合ったのが分かった。逃げられない。歴戦の殺気を漂わせてビルの壁を伝い、やつは風となり蛇行して駆け下りてくる。レイは物陰を離れ、指輪からレーザーを伸ばして飛ぶ。見切り通り、次の瞬間には立っていた場所を2発の緑光弾が受かっていた。信号から信号を伝って飛び、風を切り、クロックタワー広場前の交差点へと移動する。ここなら、逃げも隠れもしないとレイが刀を構えると、ビルを伝って追ってきた影も地上に降りる。やつは風のような速さでアスファルトをジグザグに疾走してきた。レイの眼球はその特殊な回避行動を上下左右に追い続けるも、刀と構えは動かさない。火がの距離10メートル、やつはついに右手の銃で一錠緑の閃光弾を放ってきた。瞬間、青い目を見開いたレイの中の時間は力によって引き伸ばされて、やがて世界は完全に停止した。はあ！右水平に刀を払う。弾丸は真っ二つに切れて消滅。目を閉じると時は再び動き出す。奴が驚愕したのか減速する。しかしその足は決して止まらない。銃が効かないとすぐに見切ると、右手側の銃をレイに向かって投げつける。おとり、レイもすぐにカンパし、右手を刀から離して拳で銃を弾いた。風となった敵が迫る。もう一つ、奴が何かの金属を足へと投げてくる。その投擲物と同時に襲い来るように奴は本命の武器を抜いた。それは背中に刺していた上寸より短い日本刀。レイが裁くべき攻撃は二つ、対して敵はこの太刀一つ。決着の瞬間が交錯。高い金属の光合音が二つ同時に響いて火花を散らす。二人は互い違いに前へと刀を払い、背中を見せ合って制止。やがてピシリとひびの入る音を響かせて、乾いたアスファルトに仮面が落ちた。冥府でも
月は美しゅうござるな。霊霊とした美しい声に抗いようもなく、霊は惹かれて振り返る。真っ二つに裂けた狐の仮面と手裏剣の残骸が彼女の身分を物語る。くの一は折れた己の刃を見つめて儚く笑い、背中の鞘に潔く収めた。雲に隠れていた満月が現れ、彼女の容姿を照らす。強き物の不殿、どうか最後に情けを一つ聞き届けてはくれぬであろうか。一つにまとめたカラスの濡れ葉色の髪、漆黒の忍び装束に身を包んだ160もない小柄な体躯、濡れた紅玉のように美しい瞳を収めた顔立ちは、どんな映画で見た女優よりも綺麗だった。ああ、無礼のないように迷彩光を切って素顔を晒す。すると彼女は一瞬息を呑んで固まった後、深々と頭を下げて願った。どうかなお明かしてはくれぬであろうか。レイ、俺の名はレイだ。君は何者だ。くれない人具おぼろ衆、忍び名は暁、マナなどない。顔を上げた彼女は消え入るように微笑んで、くれないのマフラーを引っ張って見せつける。そこに決して絶えない光を示すような小さな太陽を模した紋章の刺繍が入っていた。この腕一つが拙者の命にござる。その夜、夜明けと出会った。切り結びは時と言語を超えた語り合い、その果てにあえて言葉を送るのならば、見事ただ史上、その一言に尽きた。かたじけない。彼女は震えて微笑み、紅の瞳から静かに透明な涙を流す。そしてそれ以上は望まぬというように、彼女は左足と銃を下げ、半身になって構えた。レイもこうして納刀し、居合を構える。この青の両目はただ彼女だけを見た。静寂、そして刹那。どうか拙者に夜明けを。彼女は笑った。彼は趣向した。弾けて叫んで駆け合って、二対の存在は武器を抜き合い、一点で収束。共に紙一重で時を止め、目と目を合わせて同時に告げた。なぜ撃たない。何故切らぬ。青と赤、刀と銃、過去と未来が交錯する東京で、共に命を預け合う二人が出会う時、ここに今時空を超えた運命のおとぎ話が始まる。